スーチーパイ麻雀大会へようこそ。気に入った女の子を選んでね。みんなそれぞれ得意な技を持ってるから参考にしてね。自敗を使った積み込みはちょっと危ない OL の南條さん。仕事でストレス溜まっちゃってんのかな。頑張ってね。いらっしゃいませ。あれ、お姉さんお一人ですか。そうよ、うさぎちゃん、二人っきりの方が楽しめるでしょ。ここは健全なお店ですから、エッチなことしちゃダメよ。私がウサギちゃんとしたいのはもっと楽しいことよ。そう、大人のゲーム。本当は4人で卓を囲んでやるもんなんだけど、まあこの場合2人でも十分よね。わかる？それでひょっとして卓球？ウサギちゃん、もうちょっと脳みそ使いましょうね。なんでバニーガールがこんなとこで卓球やんのよ。答えは麻雀よ、麻雀。はい、つもよ。困りましたね。100万。パネルクリア。はあ、私の負けです。ウサギちゃん、絶対絶命です。恥ずかしいです。エッチはダメですって。よかったわよ、ウサギちゃん。今度は卓球で決着つけましょうね。しー、卓球も得意なんですか。あなた一体何の会社に勤めてるんですか。秘密。あら、リエちゃん、ご機嫌ね。また若い子からかって遊んでるの。悪い癖ね。違うわよ、ママさん。私はただ麻雀を楽しんでるだけですよ。麻雀ね。じゃあいい子紹介してあげるわ。でも、あんまりいじめちゃダメよ。ました。あら、ずいぶんと可愛い看護師さんがいるのね。え、可愛いだなんて照れちゃうな。そのピンクの制服もとっても似合ってるわ。でもそんなミニだと患者さんに刺激が強すぎない。え、あ、そうやって言われちゃうとなんだか恥ずかしい。でも私は好きよ、そういうの。あなたのこともっと知りたくなっちゃった。ちゃんと手ほどきしてあげるから、二人だけで楽しみましょう。ね。あ、
私、その、お任せします。でも、いけない子ね。聞いたわよ、病院の中で麻雀しちゃうんですってね。お姉さんがお仕置きしてあげる。は？あれ？つもよ。やられたわ。ビーチ。つも。三あんこ。薬杯。脱ぎますから。そんなに見つめないでください。どうですか？気に入っていただけました？見て、はい、お仕置き終わり。え、もう？続きはあなたがもっと腕を上げてからね。私頑張るわ。よ、リエ、ナンパかい？あら、サッちゃん、久しぶりね。そのサッちゃんってのはよしてくんない？一応私の方が年上なんだぜ。ま、それそうと、久しぶりに一杯やりに行かねえか？まあ、昼間からよく言うわね。私はちょっとそこで甘いものでも食べてくわ。ついでにナンパもか？ま、どっちもほどほどにしとけよ。じゃあな。かわいいあなたをテイクアウトで。そんなご冗談を。そうね、冗談はさておき。え？冗談？そう、冗談。あのね、麻雀する？するわよ。一発よ。あー、負けたわ。ビーチ。一発。ツモ。薬杯。マンガン。負けてしまった。なんか緊張するわ。
やっぱりあなた可愛いわよ。え、本当ですか？テイクアウトします？そうね、また今度にしておくわ。